ペーター・シュライアーペーター・シュライアーは、ドイツ出身のカーデザイナーである。メディアによっては、ピーター・シュライアーなど名前の表記に、揺れが見られる。1979年から2006年まで、フォルクスワーゲングループに在籍し、2006年から、キア自動車の駆動を、2012年12月から、キア自動車社長、県現代自動車グループ最高デザイン責任者を、 務め、2018年9月には、現代自動車グループデザイン経営担当社長に就任した。シュライヤーは、アウディ TT におけるデザイン面の貢献において、広く知られているほか、黒ずくめの服装をすることでも知られている。シュライヤーは1953年、ドイツのバイエルン州、バート・ライフェンハルにて生まれた。1975年からミュンヘン。 応用科学大学に在学し、1979年に工業デザインの学位を得て卒業した。彼は在学中の1978年にインゴルシュタットのアウディでインターンとして働き、この経験によってアウディから奨学金を勝ち取り、卒業直後の1979年から1980年までロンドンの名門ロイヤルカレッジオブアートにて、 交通機関デザインの学生として在籍し、修士号を得る。1980年、シュライアーは、アウディデザインで、エクステリア、インテリア、コンセプチュアルデザイン担当として働き始め、1991年には、カリフォルニア州シュミバレーのアウディデザインスタジオに、移動した。カリフォルニア時代にシュライアーが手掛けた中には、エル・ウィン・レオ・ヒンメルと手掛けた1991年の、 アウディクアトロスパイダーやアウディ 100C4 のインテリアがある。1992年にアウディデザインのコンセプトスタジオに、1993年にはフォルクスワーゲンのエクステリアデザイン部門に移動した。1994年から2002年にかけて、シュライアーはアウディデザインに在籍する。彼のチームはアウディをデザインと機能の両面で世界で、 最も名声のある自動車ブランドの一つにするべく新しいデザイン戦略を展開した。その結果が1994年のアウディ TT や1999年のアウディ A2 である。1995年には国際アウディデザイン賞を1999年にアウディデザインチームの一員としてレッドドットデザイン賞のチームオブザイヤーを2003年には 同僚のゲルト・プフェファーレと共にドイツデザイン賞をそれぞれ受賞している。2002年、シュライヤーはアウディ AG のデザインディレクターを退き、代わってワルテルデシルバがアウディブランドグループのチーフデザイナーに就任した。シュライヤーはフォルクスワーゲンのチーフデザイナーに就いた。2005年から2006年まではフォルクスワーゲングループ全体のデザイン部門のトップを務めた。 この間に彼はミノックスの円形デジタルカメラもデザインしている。2006年9月1日、シュライヤーはキア自動車のデザイン部門に壊れて駆ドとして入社し、彼はフランクフルト、東京、カリフォルニア州アーバイン、そして韓国の南洋にあるキアのデザインセンターを統括することになった。2007年のフランクフルトモーターショーに出展されたキアキーコンセプトが シュライアーの手掛けた最初の車種となり、その1年後には、キアソールの量産モデルの指揮をとっている。2007年、シュライアーは、ロイヤルカレッジ・オブ・アートの名誉博士号を授与された。セルジオ・ピニン・ファリーナ、ジョルジェット・ジュージアールに続いて、自動車デザイナーでは3人目となる出来事である。シュライアーはインタビューで、 彼が入社する前のキアは無個性なイメージを持っていたと指摘し、一目でキアと認識できることの重要性を主張している。2007年のフランクフルトモーターショーに出展されたキーコンセプトではタイガーノーズグリルとして知られる新しいコーポレートグリルを導入した。シュライアーは私は力強い四角面での信号を印。 識別子を求めた。車の前面には、この認識や、この表現が必要とされる。車は顔を必要とし、私は、新しいキアの顔は強力で独特なものだと考える。人目を引くことは不可欠であり、顔は、遠くからでさえ直ちに、キアを識別可能であるべきだと述べている。ありがとうございます。